おはようございます。今日は7月6日です。朝6時の相場解説になります。昨日は136円達成しましたよね。だから136円になる前にエントリーされた方は、まあ、軒並みに利確できたんじゃないかなと思います。まあ、一番いいポイントで136円の336でしたっけね。あのあたりで利益ポイントが来ましたんで、そこで決済をする流れが起きてきて、一旦大きく下に下落ということでございました。まあ、その他ね、昨日振り返りながらお話することは結構あるんですけども、問題はですね、プラスアルファで深夜に手を出したことです。それぞれのリスクの取れる方に、深夜の入浴時間でさらにね、円安が進むことを私もお話しさせてもらいましたけども、今回そうならなかったですね。まあ、ですんで、ロットを減らすっていうね、アドバイスが生きたんじゃないかなと思います。やっぱりね、期待できることとそうならないことっていうのが交互に起きているのが FX ですから、過信は禁物でございますね。今回私もロスカットを食らったんですけども、そのことも合わせてお話していきたいと思います。それでは今日はね、一日足から見ていきましょう。はい、一日足です。ぐーっと右肩上がりに伸びているんですけども、ここに来てちょっとボラティティがね、収まってきたような気がしますよね。ちょっと横ばいに張り始めたのかなっていうふうに一日足では見ます。その上で収束も見て取れるかなってことです。まあ、いずれにしても、上昇の流れはまだ終わってませんけども、いささかその流れがね、ここほど急ではなくなったなっていうのは認めざるを得ない事実です。ただし、ここのところのように、一瞬横ばいのように停滞する時が来るのも確かにありますんで、それなのかなって気もします。二つ、だからパターンを考えて進めていくことになります。じゃあ、4時間の方です。4時間を見ていただくと、やっぱりね、これレンジですよね。こういう風になりますよね。あと一つ忘れていけないのが、レンジであると同時に、こういう風なね、ボラティティも収まってきてるんではないかなっていうところなんですよ。まあ、そうなると、これが横ばいみたいになってきてブレイクするっていうパターンになってきます。今までお話していたのは、レンジといってですね、こういう風に上と下を触りながら、ブレイクってのは、この勢いで起こすっていうことだったんですよ。この勢いで下に起こすってことだったんですよね。だからこのボックスの上底と下底のどっちを破るかなっていうのがレンジブレイクだったんですけども、今度はねトライアングルって言って、これがペナントですけども、三角形ですけども、横一線みたいになって上下にブレイクをするっていう風なね、真ん中あたりからですね、この真ん中からブレイクする形も一つ考えないといけないかなってことですよね。いいですかね。この外の枠組みをブレイクするのか、それとも横一線になったその筋が上か下に爆裂して、後々この上と下の壁を破るのかっていうふうな2つのパターンを考えておくってことですよ。はい、じゃあ1時間の方ですけども、1時間ではね、昨日はおかげさまでこの横ばいからこの突き上げで利益を取った方がいると思います。そしてここでですね、一旦下がってしまって、夜の入浴時間ではこれを突き破って137円近くまで、この辺りまで行くんではなかろうかっていうふうに私は思ったんで、ただリスクもありますんでね、深夜になりますから、ですんで半分、普段の半分のロットでやっていけばいいんじゃないのってことだったんですけども、私も込みでロスカットを食らってしまいましたね。下がって、でもね、気づいたことが2つあります。1つはこの下髭を見てください。結局はこの赤い線がバネになってかなり生きてるってことなんだよ。135円の556を割るのは至難の業ではないってことです。その上でですね、今価格帯がここにいますんで、今ここにね、丸いところで、だから倍にはうってつけの位置なんじゃないかなと思うんですよ。でこれちょっと昨日思い出していただきたいんですけども、135円の826ってのは昨日で言うとね、ベストなエントリーのタイミングなんですよ。だってここですからね、この間の利益が取れるよねってことじゃないですか、昨日で言ったらね。だから今日もここからエントリーして、上昇する可能性はもしくは上昇する幅は大きそうなんだけども、下に行く蓋然性は低いっていうふうに判断できるんですよ。このね、135円の556のラインが硬いですから。まあだからいつでも倍に入りましょうっていうふうに私は判断します。それが朝の相場解説になります。もう私これからでも倍に入っていいと思いますよ。ただしリスクはありますので、ロスカットラインは必ず設定してください。すぐにも私はエントリーします。で、まだね、怖いなって方とかは、午前中の様子を見て、なるほどなと思ったらエントリーすればいいと思います。うん、必ず上に行くっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。下に行く可能性は低くて、上に行く蓋然性はかなり広いよねっていう話なんで、このリスクリワードで私ならエントリーするってことなんですよ。だから私はこれからエントリーします。バイの方で。
それではまた追加放送でお会いしましょう。